2021年3月30日に、松浦駅に設置された、アジフライの聖地松浦石膏モニュメント。松浦駅は、長崎県松浦市下町浦面にある、松浦鉄道西九州線の駅。松浦市の中心駅で、国鉄時代には急行、平戸の停車駅であった。短式一面一線と島式一面二線の複式三線ホームを持つ地上駅である。 校内踏切で連絡している。駅舎は木造の友人駅で売店も設置されている。友人駅ではあるが、改札業務は行っていない。当駅は直営駅ではなく、駅業務天松浦観光物産協会に委託されている。2003年改築の際、松浦交通センターの名がついた。松浦市内における西小江自動車の廃止代替バスである。 松浦観光バスのターミナルとなっている。2012年10月1日からは、松浦バスセンターに発着していた西越バスの路線バスも、松浦交通センター発着に変更されており、定期券、乗車券等の発売場所も移転してきている。2010年5月に、松浦高校美術部の生徒の手によって、当駅の駅名標が修復された。3番乗り場は、 日中の一部列車が発着する。かつては下り列車の一部も使用していたが、現在は上りのみになっている。松浦市の中心街が近い。1日の平均乗車人員は以下の通りである。西越バスは松浦駅前、松浦市、乗り合いバスは松浦交通センターの名称を使用する。吉井、佐世保方面、石原方面、平戸方面、佐世保駅前から、 三リ屋駅前発着の直通便が運行されていたが、2016年4月のダイヤ改正で全便が松浦駅前発着に変更となった。伊万里方面、アジフライの聖地、松浦とは、松浦市、2021年5月16日閲覧、松浦バスセンターが移転します。2012年10月22日閲覧、松浦鉄道も、交通新聞、P1、 ありがとうございます。